始まりましたたきびレッジ TV のたきびラジオ今命名しました。どう？たきびラジオっていう名前でたきびの動画をこうね、みんなで視聴者さんと僕らで見ながら、まあ何か一つのことについて話していくっていう企画を5分前に考えまして、まあ、今取り出してるっていう感じなんですけど、村長と流星でお送りします。はい、じゃあ流星とりあえず飲みましょうか。乾杯しよう。はい、飲みながらね やらせていただきます。で、まあ一回乾杯しましょう。いい音だ。お疲れです。で今日のお題なんですが、早速ですが、今日の焚き火ラジオ記念すべき第1回この間ショート動画で上げた焚き火レッジが音楽禁止の理由について、はいはい、でまあこれ3つ禁止の理由、まあね、もっとあるんだけど、うん、主に3つっていうところで、うん、その3つの詳細を今日このラジオでお話ししていこうと思ってますんで、はいはい、じゃあ早速流星1個目なんだっけ、禁止の理由、ね、うん、音量の基準で揉めがち。はい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 、うん、音楽のね、音楽の今まで音楽、まあ、実話を元にしていくと、うん、音楽、まあ、かけていいよっていう時期もあったもんね、うち、うん、であった中で、じゃあお客さんが15組20組いて、まあじゃあ10組かけましたってなったら、まあ、すごいことになったんだよね。それもフェスなんかもう、うん、K-POP かけてる人もいれば、うん、洋楽、まあなんていうの、もういろんなジャンルだし BGM みたいな人もいたり、ね、そうごちゃごちゃになって、うん、ってことで、じゃあ自分たちだけが聞こえるぐらいの音量でかけてくださいってしたんだよね、一回、うん、そしたらいやいやこれ僕らにとって小さいよみたいな、うん、いやじゃあ明確に何ヘクトパスカル、ヘクトパスカルだっけ音楽音量の基準ってヘクトパスカル、うん、それ天気のやつじゃないの、台風とかのやつじゃないあれそれ天気か、天気じゃない、やばいな。どうする、カットする、続けるよ。いや続きましょう、編集めんどくさいからなんだっけ、まあそのデシベルじゃないの、デシベルとかか、うん、まあその基準教えてよみたいな、まあ、めっちゃ理系的なこと言われて、うん、そんなの測るのもちょっと違うし、うん、なんかそれでまあまああっちからしたらこうあれだよね、ちょっとこっちを茶化してるというか、うんうん、そんな節がありまして、はい、でなんか基準だなんだって言われて、まあ、場所が荒れたりとか、うん、キャンプ場の治安が悪くなったりとか、まあ、他の人がね嫌な思いするぐらいだったらもう音楽禁止でいいや、いや禁止でいいやというかもう禁止の方がいいよってなったんだよね、うん、振り切った方がね、はい、うん、っていうのが1つ目です。はい、はい、2つ目なんだっけ。2つ目はそうね、やっぱ音楽かけてるグループは、うん、どうしても次第に声が大きくなってしまう。ああ確かに、うん、そうなんです。これはあるあるですよね。そう、うん、なんか音楽かけることによって、じゃあ4人でキャンプ来た人たちが音楽を真ん中のテーブルに置いてかけてたら、こう他の4人3人と話すときに音楽に負けないぐらいの声量で喋ることになるから、うんうん、まあ次第に声も大きくなって、うん、周りに、まあ、音楽だけじゃなくて声のボリュームとしても騒音になっちゃうっていうね、うん、確かにね、これ結構あるよね。これはもう注意する上で一番起こりうる事例じゃないですかね、うん、そうだね、うん、やっぱ治安は守りたいからね。そうなんですよ。でまあそうだね、これでまあ今禁止の理由ばっか伝えたけど、うん、じゃあなんかダメダメって言うだけじゃなくて、うん、いや音楽なくてもいいじゃんっていうのが3つ目の理由だよね、うん、3つ目なんだっけ、音楽かけるとかではなくて、やっぱキャンプに来たから山の中で過ごす上でこう自然の音だったり、うん、なんかこう虫とかの季節それぞれの音っていうのを楽しもうよ、うん、体感しようよっていうのが僕らとしてはありますよね。そうだね、うん、だからうちで言ったらまあウグイスとか、うん、フクロウとかも聞こえるし、フクロウも聞こえるですね。あとはまあキョンかも聞こえるね、うん、そうだからまあ動物だったりとか、まあ、あと単純にねこう風でこうなんか森が揺れてる音だったりとか、うん、まあ、いろんな音聞こえるから、まあ、その中でねせっかくだったらね、うん、別に音楽なんか東京とか、まあ、都会行ったら聴けるわけだし、うん、焚き火の音もそうですからね。そうそう、いや本当に、うん、なんで焚き火してんのになんか音楽かけてたらさ、やっぱね焚き火のあの外れる音ありきみたいなところありますからね。そうまあだから、うん、ダメダメダメってこうなんかいろんな制限をかけてるだけじゃなくて、うん、願望でもあるよね、うん、音楽かけないで自然のこうなんか BGM で楽しんでくださいみたいな、うん、まあこれ臭いこと言ってるようだけどこれ本気で思ってるからね。そうっすね、これに関してはね、うん、しょうがないよね本当なんだもん、うん、まあ一応こんな感じかな詳細、うん、で、今日ちょっと話したかったのが最後に、うん、こう番外編というか番外編理由今3つ挙げましたけど、うん、それ以外にも、うん、もう一個あったじゃん俺らがさ、うん、触れようかどうかショート動画で迷った。あーなるほどね。音楽かける人ほど、うん、選曲が悪いっていう、うん、ダサいこれ何なんだろうね。なんか別に選曲がダサいってそのその曲がダサいとかじゃないじゃん。そう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 、曲は全部ね、うん、いいし、だからシチュエーションシチュエーションでそうなんだよ。こう TPO みたいなもんでやっぱかけちゃいけないとはいつもかけるのであればね、うん、そうせめてこのキャンプ場山っていうのに合う、ね、シチュエーションに特化した合う何かこう音楽だったらまだいい。そうなんだよ、まだいいってこともないけど、まあ、聴きたくなるよねっていうのは分かる、うんうん、キャンプの雰囲気ぶち壊すような音楽とかかけながらさ、焚き火とかしてるとなんかちょっとね違うよね。だからここでまたこういう音楽とかって言うと、うん、ちょっと角が立っちゃうから、まあ、そうだね、なんか言いづらいんだけどいやでも言っていいと思うよ別に。なんかこんなの誰にどういう炎上とかないでしょ。ないよね。だから今でもね、なんだろう、例えばだけどやっぱさっき言ってたようにキャンプに来て焚き火をしながら、うん、こうお酒とかをちょっとしっぽり飲みながら K-POP とかはやっぱ違うじゃん。まあそうだね、でも今流行ってるからさ K-POP はいいよ、いいんだよ K-POP は。まあだって流星もよく口ずさんでるしね、さむよ、もう TWICE とか好きだよいいんだよ、いいんだけどまあそのね、うん、場面に合ってないよっていう、そういうナイトクラブでかかってるようなこう、はいはいはい、重低音の音楽とか、はい、なんかやっぱちょっと場所と雰囲気に合ってないよねっていう、まあそれは明確にありますね、うん、そうだからまあこんな理由もこうありつつ、うん、できればまあ、自然をね、例えば雨の音とかもいいしね、そうですね、楽しんでほしいというところでございました、うん、まあ初回の焚き火ラジオにしてはノーカットだねこれ。ノーカットでしょ。もうお話できて、でこれが聞いてみてなんか微妙なのかいいのかっていうのはちょっと今俺ら2人には分かんないんで、うん、とりあえずもうこれであげます。絶対絶対マジかよ、あ、OK、うん、あげますあげますっていう感じで、まあなんか焚き火ラジオっていう風にちょっとこう命名して、まあ、これ第1弾だけど第2弾、うん、第3弾って、うん、まあ、今回音楽について触れたけど、はい、まあ、キャンプ場あるあるとかキャンプ場でやってほしくないこととか、うん、例えばおすすめのキャンプギアとか、うん、なんかそういったことを一回一回題材を立ててちょっとこうお話ししていこうと思ってますんで、はいはい、まあなんかもしこういうことについて話してくださいとかがあればコメントとかにね書いてもらえたら嬉しいですね。お願いします。はい。じゃあこんな感じでもう飲みますか。ラジオ終えて。ラジオってどうやって終わんのこれ。オッケーオッケー。そしたら終わり方俺ちょっと最後やっていい？いいよ。はい。ありがとうございます。それでは。ありがとう。本日記念すべき焚き火ラジオの第1回ご視聴ありがとうございました。ということでね、本日はキャンプ場での音楽禁止の理由についてね。はい、お話しさせていただきました、はい、皆さんいかがでしたでしょうかということで、まあ、今回共感していただいた方確かになと思った方はチャンネル登録とグッドボタンの方をお願いいたします。いやうちはキャンプでも音楽いいと思うとか、いやキャンプ音楽かけたいよっていう人は、まあ、コメントでね一意見として聞かせてもらえたらと思います。お願いします。はい、じゃあさよなら、おやすみなさい。